自分で釣ってきてさばくこともできるんですね。そうです、ね、すごいね見てこれ、この牛すじゴロゴロっとね、これあれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす、どうみさ京都あきです。はい、本日は烏丸太町を西に行った超激安の立ち飲みにやってきたぞ。はい、本日は友達の岩本と一緒に、はい、ご紹介させていただきます。ですね、以前ご紹介させていただいて、激安酒場ということでご案内させていただいたんですけども、今回新たにリニューアルされまして、前までね、ちょっと生中350円で、結構いろんな方から、激安酒場にしては微妙やなっていうふうに言われてたんですけど、なんとね、この下、生中、200円。どうだね、すごいでしょ、超激安です。ほんでさらにこのカレーランチも始められて、ほんでさらに店長も変わったんですか。はい、20代の右利きのかわいい店長がやってます。20代店長ですよ。はい、皆さんぜひ。完全リニューアルされましたんで、はい、そしたら今から再潜入していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴー、トリプルゴー、レッツゴー、行ってきます。はい、そしたらやってきましたよ、こちら。はい、府庁前の人気店、なんと生中が200円になって、店長が、20代の店長になりましてリニューアルしたということでやってきました。なんとランチもやってますよ、激安近江牛の筋カレーですよ。はい、これも食べてみたいですけどね。はい、定食もやってます。定食もやってます。日替わりですけど、お刺身定食日替わりでやってます。お値打ちですね。お500円、やばいやばい、これミックスフリア定食ね、フリア定食、はい、行きましょう、行きましょう。メニューもね、かなり増えてますよ。はい、お刺身があるのか。こちらね、店長さんが、はい、釣りが趣味なんで、はい、自分で釣ってきた魚とかも、うん、メニューで出てる。マジっすか。へえ。これとりあえず串カツ、ね、ね、串カツと、ほんでちょっと刺身言いましょうか、うん、ね、ほんでランチのカレーが夜もいただけるということなんでね、はい、普通サイズ700円、ミニサイズ500円、それ500円のミニでいきます。はい、それでいきましょう。そしたらそしたら行くよ、生ビール200円ですよ、これ。200円、やばいね、やばいやばい、妊婦や赤ちゃんを連れた9組の家族が参加しました。うまいな、ほら、男の身じゃ、ほら、ご飯にも通ってうまい。はい、ということで、岩本さん、はい、20代店長、はい、はい、さとみです。さとみちゃん、はい、よろしくお願いします。かわいいね、かわいい、先が進む美人さん、はい、ね、さあ今日は串カツ、これ2本ずつ行きましょう。赤潮2本、赤潮2本、もう前のね、ね、ほんでカレーショー、ほんでなんかこの魚は、その魚釣りで釣った魚ってことなんですけど、私が釣ってきた、土日に釣ってきた魚を出してます。あ、里美が釣ってんの。マジか。わお、何がいい今日。今日は、今右側に書いてある方法とかがおすすめ、うん、もうそれ行こう、うん、はい、それでよろしくお願いします。
自分で釣ってきてさばくこともできるんですね。そうです、ね、すごいね。ほんま海の写真とかをインスタに載せてます。あ、そうですか。へえ、またインスタ登録してあげてください。ぜひ。何で登録したいんですか？玄界灘二丁前店でやってます、うん、あ、そうですか、わかりました。このべっぴんさんがですね、なんと自分で釣った魚を料理する。これ見てください、見てください。ほんまに釣ってるわ。ほんまに釣ってるわ。ガチで釣ってる。はい、来ましたよ。さとみんがね、週末になったら海に舞鶴ですね、これ、はい、海に釣りに出かけてこちらで料理していただける。今回はほぼ、うん、全て作りはだいたい380円ね。安い。いいっすね。ほんでさとみん、日本酒、はい、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。いやー、うん、綺麗ですね。ほうぼうですよ、今日は。珍しいですよ。珍しいですね、うん、いろんなあるんですけど、はい、じゃあちょっといただきましょう。ほうぼうですね。乗客の皆さんは今日一日どういう風に過ごしたんでしょうか？いただきます。はい、神戸での観光取材さんですけども、うわー、うまやばい、やばい、むきやばい。もう新鮮だし、歯応えも最高だし、いただきます。甘みがすごいな。どうしても言い過ぎたこともあり、クルーズ船の再開にはかなり期待を寄せています。そのため神戸市はクルーズ船の到着に合わせ、うん、街中に英語が入ってコンシェルジュを配置。意外に淡泊に見えるんだけど、うん、油も乗ってるし、乗ってんね、ね、いや、いいね。これ日本酒です、はい、これ飲み放題で、飲み放題、はい、こちら1500円、日本酒飲み放題無制限、1500円、安いですよ、はい、500円分のプレート。500円のプレートって何ですか？ああ、なるほど。500円のおつまみプレートがついて1500円飲み放題無制限。ああ、これはもう釣りたての魚に酒は合いますわ。最高。これ佐々木蔵之介さんとこのね、うん、はい、酒はいろんな種類あるんですね。何種類ぐらいあるの？人によって一本なくなったら新しいの追加して、私のさじ加減って感じになってます。はい、サトミンのさじ加減で飲みたいもの。はい、最高ですよ。最高。はい、そしたら続きましてこちらの名物ですね、白、赤、はい、ホルモンの天ぷら。白が身ので、赤がレバー。1本80円です。安い。よっしゃ、じゃあ、はい、じゃあ僕これ赤いただきます、はい、じゃあ僕白で、うん、いただきます。うん、うまいな。うん、うん、もうカリカリに上がってるわ。うん、レバーでも結構ね、分厚い、うん、うまいわ。臭みもない、うん、これが名物的な品物ですね、ここのね、うん、うまいわ、うん、最高ですね、ここね、うん、これランチね、ランチお刺身定食で500円です。500円、ね、やばいね、はい、刺身とご飯と味噌汁、はい、とかついて500円ですよ。とんでもない料金ですわ。ほんで今日はね、お昼の人気メニュー、カレーも夜にいただける、はい、続いてカレーいきます、はい、これね、さとみんが、うん、お昼に、うん、まあまあ余った、おにぎりとか置いたんですよ、うん、いいね、はい、絶対うまいよ。これがこっちがマグロのしぐれ煮を混ぜたご飯で、うんうん、こっちが今日のランチに出したお魚の出汁を取った魚たちを混ぜたご飯。もうこんなんも ね超家庭的なんですよ。やばいでしょ。ちょっと一口言ってください。はい、今日そんなら、はい、これ聞いたのかな、はい、これが全部入ったやつ。これ全部入ったやつだな。いろいろ入ったやつ。贅沢やな。これも1個100円おかしいやろ。おかしい。お持ち帰りいただきます。うん、うまい。絶対うまいやろ。うまい。これは甘い。甘いよ。うん。ぜひ皆さん、こういうのもね、ちゃんと置いてますんでね。よろしくお願いします。ご賞味お願いします。
持ち帰りできるんでね、これ全部持って帰っても安いよ、これ、うん、続いてこれですよ、うん、これもさとみんが釣ってきたアジの骨せんべいです、うん、これ100円1枚いいっすね、いいアテストね、間違いない、ね、あー香ばしい匂い、うん、うまい、塩味効いてむっちゃうまいわ、柔らかいわ骨も、もうほんまパリパリ、お待たせしました、はい、はい、うん、すごいなこれ、むっちゃ具だくさんじゃないですか、うん、筋肉カレー、近江牛の筋肉、近江牛の筋肉、これハーフ500円やけどボリュームすごいね、うん、ね、うまそう、見てこれ、この牛すじゴロゴロっとね、これ近江牛のすじ肉が入ってるぞ、これは間違いなくうまい思うわ、はい、ということで見てこれ、こんなごついすじが入ってるんだよこれ、いただきます、これあのご飯じゃなしにバゲットもいけるんですね、バゲットもね、はい、今日はご飯ですけど、はい、いただきます、やばいわこれどうも、どう、あのね、カレーの中に、まあ、筋肉のうまみがもう十分出てて、はい、筋も柔らかくて、いやーこれはむちゃくちゃうまいですね、結構濃厚です、はい、これうまいね、焼肉屋のね、おいしい肉たっぷりのカレーあるじゃないですか、それにちょっと違うね、たとみうどんもあんねんね、ね、カレーうどんも、カレーうどんもあるじゃないですか、はい、いやこれちょっと4も食べてみてください、これやばいで、これ客と見られる女性1人が病院に搬送されたということです、意識はあると見られています、現在警察が事故の状況を調べています、うん、やばいし、うん、お伝えしました、これはうまい、もみ牛ほんまに、こんな感じでマッチングしてね、でこんだけ肉入ってたらこれ、うん、赤字なんちゃうかって思いますけどね、ボリュームもすごいし、カレーも結構スパイシーでうまいですね、うん、びっくりしました、これ、ね、ランチやったらレギュラー700円で大盛り900円、これランチにガッツリ食いたいな、なんとね、辛いの好きな方はさらに辛くできる、これまあまろやかな辛さなんですけど、これガラムマサラ、これをこう僕みたいな激辛好きにはこれですよね、いやうまい、さらにあの独特なスパイシーの香りが効いてピリッとして、僕はあんま辛いの効かないですけど、はい、なかなかちょうどいい辛さで、これ辛いの好きな人はぜひ使ってください、うまい、いやもう肉がこれでもかっていうぐらいにトロトロに入ってて、めちゃくちゃうまいですよ、さとみやばいわ、うますぎるわありがとうございます、なんだこれ、圧力鍋でガッて柔らかくしてるので、うん、口どけが良くなります、これ結構大量に筋肉使ってる、そうですね、いっぱい使ってます、ね、やばいと思う、この大量の筋肉のカレーはよそではいただけないんで、はい、ぜひね、さとみんのカレー、はい、お作り皆さん、もう値打ちなんで食べに来てください、さとみんに会いに来てください、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、ということで、はい、ごちそうさまでした、もうあの以前とはもう全くもう180度変わって、はいはい、ね、完全にリニューアルされてます、はい、ほんであの魚も美味しいの食べれるし、ほんでなんと視聴者プレゼントがあります、はい、さとみんから、はい、4月いっぱいまで YouTube 見たよって言ってくれた方は生ビール1杯100円で、はい、最初の1杯100円、初めの乾杯の1杯が半額の100円になりますんで、皆さんぜひよかったら遊びに来ていただきたいと思います、はい、ということでごちそうさまでした、はい、それではチャンネル登録よろしくお願いいたします、 お願いします、ご視聴ありがとうございました、ご視聴いただいている皆様、せーの、愛してまーす、ありがとうございました、今もありがとうね、また行きましょう、はい、ありがとうございました、佐藤もよろしくお願いします、はい